春です。こんにちは。はい、ということですね、今回は大人3名の方に就活生が PR をして一緒に働きたいかどうかを判断していただく企画になっております。ということで本日もお越しいただいた大人の方、簡単に自己紹介お願いします。セカニチお金の道場で YouTube しております。セカニチと申します。今まで500人以上面接をしてきました。面接のプロです。今日はビシバシいきたいと思います。株式会社ワールドインテックの栗山と言います。どうぞ今日はよろしくお願いします。元 CTO で現在 IT 系のエンジニアをやっております秋田と申します。よろしくお願いします。じゃあ今日は早速面接を受ける就活生の方、まず簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。中堅大学法学部に通っています斉藤と申します。よろしくお願いします。ちなみに今の就活の状況はどういう感じなんですか。今就活状況としては、内定として今3社いただいて、第一志望のメガバンクを今志望しているということになってでも内定3個あるということで、気は意外と楽っていう感じなんですか。そうですね、結構メンタルブレイクっていうのはまだ就活始めてなくて、おお強い。じゃあそれが今日かもしれないっていうことですね。ということでじゃあ早速面接の方を始めさせていただけたらなと思ってます。では1分間程度でいいので自己紹介お願いします。中堅大学法学部3年の斉藤と申します。大学の方では契約法のゼミに入っておりまして、契約法の中でも申し込みと承諾という分野について研究しております。また学生時代注力したこととして2つありまして、1つ目が通信の営業に単位で目標に対して実績が届いてなかった店舗があったんですけども、そこの実績というのを半年間継続させて達成させ続けたというところが1点目としてございます。2点目といたしまして、法学部長主催の法律討論会という大会があるんですけども、そこにおいて入賞を果たしたというところがあります。本日は私の継続性だったり真面目さっていうのをお見せできればなと思っております。大変緊張してるんですけどもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず1つ目の通信インターンの件で、目標という話があったんですけど、数字や具体的な固有名詞などがどんな目標があったのかなっていうと教えてもらってもいいですか。携帯電話の販売営業ということで、それにおいて1日4台契約を獲得しようというところに対して、実際2件しか獲得できてなかったというのが店舗の必要としてあったんですけども、店舗の平均ですか。そうですね、店舗の平均として平均2台というのがあったんですけども、そこにおいて自分自身行動した結果、その5台6台というのが1日獲得できるようになったっていう結果になっております。それはどうやったんですか。その店舗自体がそもそも山形県の店舗になっておりまして、都会と比べちゃうと過疎地域ってことがあって、お客様の流入が少なかったっていうのが店舗の課題としてあったんですけども、そこにおいてアクションとして店長様にまず直談判という形で、携帯コーナーだけだとお客様がどうしても1日2件というのが最大限というのがあったので、そういうチャンスが少ない中で、実際そのお客様が入店される際は家電コーナーとかに結構いらっしゃるお客様が多かったので、そこにアプローチできないかというところでまず活動範囲を広げてほしいというのを店長に直談判いたしまして、そこでまず了承いただけたので、そこで活動範囲を広げて接客のチャンスを増やしたという試合になります。それって斉藤さん個人の話ですか。そうですね、個人になりまして、そこからもうちょっと広げて常勤スタッフ様とその後に協力して他のところでも活躍するといったところになりました。最初いきなり売れなかったと思うんですけども、最初の1台1契約ですかね、売るまでのエピソードを聞かせてもらえますか。勤務形態としては土日勤務する形だったんですけども、それ以外に平日の大学終わりに実際知識研修を受けたりとか、あとロールプレイング研修やっていくことで、知識の部分もそうですし、お客様に接客する際にどういうフローでお客様に接客するかというトークスクリプトを作りまして、そこから実際に何度も練習するっていうところを週3回先輩の異端性を何度かキャッチしまして、そこで実際に練習して、最初の1台以降につなげてみたいというふうになっております。わかりました、ありがとうございました。なんでそんなに頑張れたのかっていうのがすごく気になって、自分の内なるモチベーションの源っていうのを教えてもらってもいいですか。何度も壁にぶち当たるってことというのがありまして、というのも実際これはインセンティブのあるところではなくて、正直頑張らなくてもいいっていうのがあったんですけども、頑張らなくてもいいってところで、じゃあ頑張らなくていいやってなってしまうと、何のためにじゃあ営業みたいなやってるんだっていうふうになるので、実際何か目的意識、例えば自分自身営業を通してお客様のネックの喪失、それに対する解決していきたいっていう思いが根幹としてあったので、実際そこで何か目的意識を持ってやっていったっていうのが前提としてありまして、その上でモチベーションの源泉、壁にぶち当たるということは、例えば1日2組程度しかお客様いらっしゃらないというところに対してどういうアプローチをしようかというところで、段階を踏んで壁にぶち当たっては乗り越える、当たっては乗り越えるというところを何回も繰り返していたというところになって、そこがモチベーションの源泉となって他のところでも生きているのかなというふうになっております。今面接すると結構斉藤さん、結構完璧だと思っちゃう節があるんですけど、自分が思う欠点教えてください。ちょっと2点あるのかなと思いまして、1つ目がその緊張しいということで、いや、そんなことないです。あと2つ目が、賢いやっぱ抱え込んでしまうっていうのがあるので、自分自身、その営業に行ったんだとか、あと法律討論会とかの他にも、GPS3.9 より今、維持させていただいてるんですけども、それを複数、タスクをこなすっていうことで、ちょっとタスクを抱え込んでしまうっていうのがあって、そこをガチと決定だと思ってまして、だからそこに対するちょっと具体的なアクションとして、まだ完璧ではないんですけども。まあ人を頼るというところがありまして、だから自分自身、そうですね、こういったところあるけど、ただ、そういうところ助けてほしいみたいなところ、まあ、友達だったり、ゼミのメンバーだったりにお話しすることで、なんとかそこはちょっとずつ和らげるのかなというふうになっております。わかりました。ありがとうございます。チームワークとかで工夫したこと、それからチームワークでこう感じたこと、はい、自分の中で、経験の中で何かあれば教えてください。工夫した点としては、当時常勤スタッフ様があまりモチベーションが高くなかったところで、実際自分がそこの店舗に配属されて何かアクションを起こそうとした時に熱の差があったんですけども、そこにおいてその目標達成っていうところで実際に達成するとやっぱ褒められるっていう部分は自分自身はそうですし、クライアント、常勤スタッフ様もあったので、やっぱそこを目指してやっていこうというところで、具体的なアクションとしてそれこそ家電コーナーとかにいてお客さん捕まえて、そこで自分がクロージングをして、実際登録はなんとかお願いしますって形でなんとか折り合いついてやっていたっていうところだったんです。大変じゃないですか。なんかこうすごく完璧でこう一生懸命で息詰まっていかないですか。まあ時々やっぱリフレッシュっていう形で、どういう時にこうリフレッシュをできるんですか。実際その運動として自分自身サッカーをやっておりまして、実際サッカーのゴールキーパーとして、まあ、シュートに対してボールを止めるとかが自分自身結構ストレス解消っていうところがあります。そのサッカーの中でのチームワークっていうのは何かあるんですか。中学校の話になってしまうんですけれども、実際自分自身の中学校がある種その弱小校みたいな形になっておりまして、まあ、そういった中で自分自身何ができるのかっていうところに、チームを鼓舞するコーチングっていうところに自分自身やっていこうっていうところがありまして、そこによってチームの士気がやっぱ負けてて低い状況であっても士気を上げるっていうところ、例えばシュート外れた際でも、まあ、ナイスっていう声をかけたりとか、相手の選手にマークついてない人とかは、まあ、実際ここ注意だから、まあ、気をつけろみたいな実際にコーチングとかするようにしてた結果、なんとかちょっとずつ勝てていくようになったっていうところになります。挫折とか失敗とかやらかしたミスをしたいので、目の前に思い出すようななんかないですか。超大きな挫折っていうのはあんまりない。全然自分自身山形県の店舗に入った際に一回そのご案内をいたしまして、クレームの方に行っていただきまして、そこがすごい自分の失敗としたって、まあ、そこからその何か逐一あれば相談、ほうれん草をするということを徹底した結果、やっぱそれはなくしていったんですけども、まあ、すごい強いていくんであれば、そこが自分自身の失敗の経験なのかなと思っております。正直なところ、個人としてのビジョン、でどうなのかなってリアルなところちょっと聞きたいんですけど、自分自身やりたいこと、成し遂げたいことといたしまして、まあ、人だとか会社、法人というのはやっぱ中長期的に支えたいというのがありまして、まあ、そういったところが、まあ、漠然としてはあるんですけども、そこが自分自身のライフミッションみたいなところになっております。じゃあなんか最後に一言言いたいことや質問などあったら教えてください。最後に一言っていう部分に関しては、まあ、自分自身こういった経験を通して、まあ、愚直に努力して実際結果を出すことができる人間だと思ってますので、実際その御社に入社した際でも、まあ、何か課題とかがあった際にそれを愚直に挑戦して結果に導けるのかなっていうのは自分自身考えているところでありまして、ぜひそういったことで一緒に働かれていた方々、すいませんちょっと勘弁してもらって働きたいなと考えております。逆質問というところについてなんですけども、実際その優秀な学生といいますか、これ取りたいなっていう学生の共通点といいますか、というのがあればぜひお一人ずつお聞きできればと思います。大事なことは、失敗、挫折、困難を経験していることなんですよ。失敗、挫折を経験した人ほど将来伸びるんですよ。そういう伸びしろを感じるので、壁に当たった人が僕はすごく優秀だと思います。うまくいかない人っていうのパターンがあって、まあ、その中の一つに何か当てはまるのかなっていう典型的にちょっと思っちゃうところがあるんです、それやっぱりこう自己中心主義、優秀な人であればあるほどそういう傾向が多い人が中に何人かいて、すごくちょっと感じた、だからいろんな先輩たちからいろんなことを教えていただいたりしながら、部下とか仲間と一緒になって何かこうチームで何かこう成し遂げようっていうふうなタイプじゃないのかなっていう感じは正直言うとちょっとしましただからなかなか我々の会社には向いてないかなって正直なところだとそんな感じがねちょっとしました。ちなみにまだ結果はまだのエピソードの店長に直談判したという臨機応変さしなさいとも言われてないというところで動けたっていう、ここはすごくいいなと思ったんですね。決まったことだけをやっていると仕事にならない、もう一つ変えないとなっちゃうんで、大きく動ける人、動けそうな人が取りたいし、そういう感じでこう柔軟な人だと採用した後も周りから話しかけられやすかったりして、活躍しているイメージになります。はい、はい、これで面接終了したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。面接お疲れ様でした。手応えはいかがですか？50% ぐらい。おお、その心は。やっぱ結論ファーストっていう部分においては、やっぱまだまだっていうのがありましたし、もっと簡潔的に分かりやすく伝える必要っていうのはまだまだあったのかなっていうところがあって、50% にさせていただきました。はい、じゃあということで結果の方を皆さんから、札の方を上げていただけたらなと思います。はい、せーの。おお。場数を踏まれてらっしゃるので、プロなんですよ。もうトップ 1% 入ってます、学生の感じですが。場数を踏んでるからこそ、落とし穴作戦使ってるんですよ。落とし穴作戦っていうのは、自分から一方的に喋るんじゃなくて、相手に質問させるっていうテクニック。それをもう使ってるんですよっていうので、そこがすごいなというふうに思いました。あと、人柄ですよね。弱みの部分とか欠点とかの部分も、ちゃんと自分のダメなところもさらけ出すし、大事なことは私たちがっていうよりも、私たちの裏側にいるお客さんの前に出したときに、お客さんがどういう印象を持つかなっていうので、それなんかアイスブレーキ的なこともできそうだなって思ったので、20までですね。本当ですか？はい。逆に欠点というか改善点を示すと、最初の自己紹介のところで数字がなかったんですね。なので、これ営業マンと相当適切かなっていうふうに最初のつかみの部分でクエスチョンマークついちゃったんで、ここ数字欲しいです、最初に。はい、あとは個人ではなく組織で成果を上げましたっていうところで、一人で話すのが長かったくて抽象的な話が多かったんですね。で、抽象的な話って記憶残らないんですよ。ここを具体的にして、ここでも相手と会話をするってところが欲しかったので、この会話がなかったのが結構、うんって思った。あと将来の自分に関して、本当に本心かなっていうふうにすごい思ったんですよ。そこの将来の自分に関しては人間味がなかったというか、本気でそれを本当に思ってるみたいなっていうのは、なんかちょっと疑問だったので、そこだけちょっと不安は残りましたね。以上です。ありがとうございます。すごく優秀だと思うんですけど、外資系の金融機関とか、だったらすごい向いてるんじゃないかなって思いました。ただ、いいところを伸ばしながら、足りないところを会社が、どういうふうにバックアップしてあげるかとか、気づかせてあげられるかっていうのも会社の役割だっていうところを思ってまして、誰よりも自分が優秀だと思ってるところをもっともっと伸ばしてもらって、今まで経験足りないところを会社の中で上司とかいろんな人から教わっていくと、多分どこかで融合していくんじゃないかなというふうに思いました。優秀なところは伸ばしてあげたいという気持ちもあったので、まあとアドバイスがあるとすると、まだまだやっぱ経験が足りないというか、それは先輩からいろいろ経験上教わっていかなきゃいけないことがあるんだけれども、そこに対してまだいろいろ教えてもらおうっていう気持ちにもなれない、自分のことだけっていうことがもうありありと伝わって、ちょっともったいないなと。もっともっと泥臭いっていうか、人間味あふれるようなことをもう少し話してもらった方が、我々のこのチームでも多分うまくやっていけるんだなって感じながら、もっと面接官は面接してるんじゃないかなと思うんですよね。そんなこと感じました。ざっくりと可愛げがあると続いて、とても活躍するという経験がありまして、優秀さが全体的にあることで張り付いてる感じ。自分でかなりいろんなことをできてしまう、自分で抱え込みがちと言ったと思うんですが、そこがすごく危険でして、すごい優秀でいろいろやっちゃう人、皆さん潰れていくんです。メンタルブレイクしていっていなくなっちゃうっていうのをたくさん見ているので、そこが怖いなと。斉藤さんが結構もうバリバリだから部下が潰れちゃうんじゃないかっていうのが懸念としてある。全部自分でやれよって言って、そうで、俺はできるけどお前なんでできないのってなっちゃうかもしれない。まあちょっと怖いなって、できない人の想像がちょっとできなそう。なるほど、なるほど。だからこそ過去のエピソードでチームメイトとか後輩との接し方が欲しい。どうでしたか、フィードバックを受けて。チームメイトとかやっぱ仲間と何かをするっていうところもやっぱ弱いなっていう要素があって、自分自身もやっぱ面接で営業インターンの方でチームと何か達成する以外のエピソードっていうのがやっぱまだまだないっていうのがあって、自分の経験の深掘りがまだ足りないなと思ったので、大変貴重なお時間いただきました。ありがとうございます。続いての動画では実際の斉藤さんの悩み、働く上で重要なこともお伺いできたらなと思ってます。先ほどの動画で可愛げの話が出たんですけど、はい、どうやったら可愛げって出ますか？あとはですね、こういうふうなところで助けてもらったとか、必ずサッカーの話もコーチングしたとか、マウンティングポジションから助けてもらったんでこの成績が出せましたという話になると可愛げを感じる。確かに自然と感謝の気持ちも伝わりますね。それは全くみじんも感じられなかった。今回ワールドインテックさんとのコラボ動画でして、ひろやみさんのような方がいっぱいいらっしゃる会社に入りたいと思った方は、下の概要欄にワールドインテックさんのホームページ貼ってあるので、よかったらチェックしていただけたらなと思っております。あと今日出ていただいたお二人、秋田さんと高岸さんのリンクも下に貼ってあるので、ぜひフォローもお願いします。ということで本日は皆さん貴重なお時間いただいてありがとうございました。